はい、こんばんは、島津です。ダイイングリボンね、セクション2からやっていきたいと思います。ちょっとこちらね、しばらく空いたんですけどね、なかなかやる時間が取れなかったんですよね。1セクションちょっと長いから、はい、じゃあ開始していきます。牢獄に、これは落ちるじゃないよね、合ってるかな。ちょっと感度が低いな。これはまあいいや。この絵はどこかで見たことがあるだけ。お、落ちたね。消火器ぶつからなくてよかった。こっちか。開きそうにないよね。鍵がかかった鉄製のドア、どうしたら開けることができるのか。あれじゃないの、消火器でぶん殴るんじゃないの。やっぱね。ぶっ壊せ。ナイスナイス、消火器グッグッドでした。物ないね。子供とお母さんと誰だ。まるで子供が書いたみたいだ。何か文字が書かれている。だが汚れていてはっきり見ることができない。こっちは、こっちは何で書いてある。Remember that day、 あの日を忘れない。 Remember って忘れないって意味か。彼らがここの住人だろうか。食器、おっと、ちょっとごめん。よし、バールだ。バールいただきました。これは金属ディスクのようだ。愛と書かれている。何か意味があるのか。誰の声。何の L、 I、 L。 カードキーだね。指紋かなこれ。昔から言うではないか、優しさは祖先からの贈り物、残忍さは人類が自らに贈る贈り物だと。誰だ。おお、死刑死刑。私はここのすべてを取り仕切っている主人だ。または案内人とでも言おうか。そう、私はお前のように哀れな弱虫を新しい世界へと連れて行くことができる。贈り物を受け取る準備はいいか。何を言っているんだ。頭がおかしいのか。どういうつもりだ。シェリーはどこだ。むやみに歯向かうものではないぞ、マシューよ。お前のためにたくさんの素晴らしいショーを用意した。ゆっくり楽しむがよい。私を信じろ。おい、お前は一体誰だ。なぜ僕の名前を知っている。シェリーを出せ。シェリーか。確かに魅力的な娘だ。この野郎、妹をどうする気だ。くそ、また頭が。小賢しい真似をしやがって。宿を見つけてから目覚めるまでの間、記憶が全て抜け落ちている。そして
このしつこく続く頭痛。畜生、あの部屋にシェリーが閉じ込められているかもしれないというのに、あいつにひどい目に遭わされているに違いない。あいつに殺される前に何としてもシェリーを探し出さなければ。あんさ、魚男さ、無駄に声良くなかった。無駄に声がいいんだけど。まだ壊れてないならカードキーを見つけさえすればこのドアは開けることができる。はい。人の心は闇と私欲で満ちている。強い者だけが生き残り、弱者は、ネズミのように町の片隅で永遠に虐げられる。ようこそ私の世界へ。はい。なんだろうね、どこにあるのか。そしてこの裏とか見ることできないのかね。ちょっとバールあったよね。やっぱね、当たった。俺頭いいな。あの日を忘れない、あの日を忘れないだから、多分日付があるんじゃない、どっかに。ほら、あの日、こっちのことがね。景色系のことは書いてないんだよな。あ、違う、こっから読み取れる感じ。冬とかさ、そういったのを連想するんだったらさ、大体まあ1月とか2月とかって感じで入力すればいいと思うんだけど、そういう感じじゃないもんね。これかな、春かな。4月04で打ってみようか、とりあえず。0。あ、でも4桁か。よく探せ。なんかあるかもしれない。まあいいや、ちょっと打ってみようか、4月でとりあえず。残念。おお、なんか入ってた。乾いた雑巾が1枚。どうしようもないほど汚れ、あ、汚い。この場所ではどんな清掃用品を冗談にし。水がないとダメかな。どっかが、あ、回転出てた。何これ。あ、出た。これに雑巾をつけて濡らすんでしょ。はい、終わりで、これを、あれ、はい、水が噴出している。いや、もう、これで濡れた雑巾になるから、で、これ拭く。ゴシ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 0704だって。よいしょ。子供が描いた絵。日付でしょ。7月4日。7月4日を忘れない。これじゃない、これと。失敗だよ、くそ。あ、ほんと、なんか書いてあんね。他は、あ、時期カードキー。
ちょっと待って。とりあえず、おーおー、なんじゃこりゃ。She used to, he to you. あなたは、わからん。なんとか彼女を作る？違う。そんなんじゃねえな。とりあえず、磁気カードキー手に入れたから、これ使えるでしょ。こっち用のかね？ん？カードキー見つけてよ。こっちのじゃないみたいだ。こっちだ。開いた。いや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 。おお！暴れてる暴れてる。美しい小型のトランク、それぞれダイヤルが、2個ついてる。今の状態じゃこれ分かんないから、テープ、粘着テープは残り少ないが何かを貼るのに使えそう。うんうん、ちょっと待って、携帯があれだな。ちょっと音小さくしとこう。あれ、うーむ、何かが置かれていた。あお、来た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 、魚マン、魚マンっていうか調査調査。え、壊れた、あ、壊れたっぽい。おお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 お、もう何も押せない。ケーブルがパチパチと火花を出している。通電中のケーブルに直接触れるようなバカなことはしない。そうですね。何が置かれていたか、ここに。雑巾？トロフィーかな？意外と。違う。トロフィーじゃねえな。これと何を組み合わせるか。テープ失敗だよ。これと、もうこれと、これ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 、関係なさすぎ。なんじゃこりゃ。回転、あ、ケーブルが手に入った。お、これでどっか開いたかな。やばい、適当にいじっちゃったから。こうで、うん、電源の通りはこうで、こうで、こうで、こう。お？あ、違う、これだ、ここにつながってる。下につながってるから、これで電気が流れたってことだね。下のここに。これはどこのね、ところのコードになるのかがわかんないですね。なんか崩れたから、あー、よし、取れた取れた。あ、ラジオだって。ずっしりと重い旧式のラジオ。今ではめったに見かけないタイプだ。どこかに置き場所があった。長時間持つには重すぎる。これだな。ふい。せつ。このラジオをここに置くのがいいようだ。だよね、印がぴったり。ラジオをつなぐのかね、ここに。ちょっと待って、一回じゃあこれでやると、あ、終わったね。ここにつながってるみたい。火花が止まった。はい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 、接続芯のついたケーブルが1本、これでつなぐんじゃないか。ほらね、こんな長かったのかい。こんな長かったのかい。よし。
こぶ。これで流れるでしょ。お、あれ反応がありませんが、黒煙が出ている。焦げ臭いぞ。すぐに電源を切れ。もう何かで固定した方がいいな。あ、ちなみに、あの、電気が十分伝わってないんだね。じゃあ、それだったら、このテープ。はい、巻き、巻き、巻き。これで大丈夫でしょう。今、接触部分が、ね、ちゃんと接触しなかったが、焦げてたんだね。よし、これで。OK だね。電気が通ってます予感をすごいアピールしてる。押す。どうすんだ、はい、ここは基本的にはローマ字と8と0と1があるね。ふんふんふん、わかんねえな。とりあえずラジオを鳴らすってことか。多分これだろうね。この裏に書いてあるんじゃない？なんか台座に文字があるが汚れてはっきり見えない。だそれこそほんとこれで、これじゃないの。あ、できた。ほら F104 ラジオ、 F104 ラジオだから、F あったっけ。 F1 こうだ、きた。520345520345か。どこ？え、520345。ちょっと待って、メモる。520345。何を表してるのかね。520345。開かないもんね、ここも。あ、はいはい、これか。ごめんごめん。はいはい。はい、ごめんごめん。520。3、4、5。 OK。 カードキーやん、カードキーやん。よし、カードキーゲット。こっちのだよね。怖いんだけどさ、このこの開閉の仕方、なんかホラー映画だよね。ここは管理人室かな。あ、なんか営業停止通知。当ホテルは本日より営業停止します。今後営業を再開することはありません。すぐに移動してください。まもなくロッカーが施錠され、お荷物を取り、荷物を持って早くここから出てあ、取り出せなくなります。荷物を持って早くここから逃げてください。ラストハーバーホテルはハーバータウンのランドマークであったが、最後に、何とかし営業停止となった。おう、パスワードがね、あるね。ロッカーのパスワードでね、0312か。うん、ウイスキーがある。手が届かない。届くだろう、結構近いぞ。あ、ゼロがないな。ここじゃないのか。違うね、ここじゃないね。ゼロがないもん。こっちだ。あ、傘あった。またまた傘あった。傘多いな、ここ。じゃあ取ろうか。よいしょ。お、鍵があった、鍵があった。錆びた鍵。これは仕入れ価格表が貼ってある。ほとんどが酒で、しかも仕入れ数がびっくりするほど多い。売り上げは良くないのに仕入れは減っていない。
なんでかね。こっちじゃない。小さい鍵。どっかあったっけ？あ、あの奥じゃない？ここ。鍵つかげ、使えば開くんじゃない？ほら、ほら、ほらじゃなかった。全然違った。あかんねえ。錆びた鍵どこで使うんだよ。あ、ここか。ガチャリコ。よし。お酒多いな、本当に。バサッ。バサッ。方眼紙。一つの枠にマークがつけられている。いや、結構ついてるよ。一つの枠どころか。ただの方眼紙だね。これが意味するもんは何じゃ。指さしてる。何が書かれているのかわからない。谷も切れ端がありそうだ。ぽいね。難しい。なし。なし。邪魔。おい。おい。おい。酒しかねえじゃねえか、バカ野郎。これは。顧客の評価がたくさん書いてある。前半部分は満足な言葉で、溢れているが、後半部分は全て不満であった。ノートにはさらに4桁にわたって意味不明な赤い罰がつけられていた。これは明らかに新しく付け加えられたものである。4つの罰ねえぞ。4桁にん？どこだ？31にはさ、さ、お、待って待って待って。どこだっけ ?31 にはさ、パスワードのところなんだよね。あ、ルックかな？ルック312。0のところが、多分この×と関係してんじゃないかね。あ、4行にわたって意味不明な赤い罰がつけられている。どこに4行ある？お？特に4行ないんだけど。あ、これのこと言ってるのか、4行って。4行分の罰ってことか。ちょっとこれ、単語調べてみようか。I だよね。R、L、E、Y だよね、最後のは。これちょっと変換してみましょう。はい、ね、今ね、ちょっと翻訳してみたんですけど、シャリーって、なんか名前が出てきた。シャリー。特にか、英語では、なんつうの、数字ではなかったですね。で、ここ。さっき管理人が言ってたやつだよね。なんじゃこりゃ。そういう仕組み？マインスイーパー的なやつじゃないの、これ。11。あー、はい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 。方眼紙、方眼紙。方眼紙は、これがちゃんとした位置かな。こう、こう、こう、こう。こう、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 こう。あれ？違うのかな。いや、2って出てんな。これ全部数字合わせるんじゃないか。増えたね。はいはいはい。横2列縦3列。これロッカーだよね。これなんだ。あ、来た来た、方眼紙。ハーバータウンの地図、意味不明な丸がいくつかつけられている。これが正しいやつなんだ。だから、1、2、3、はいはいはい。
はいはいはい。はいはいはい。やべ、全部押しちゃって。ちょっと待って。リセットされなかったね。よいしょ。こう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 。きた。え、いいの ?666、オーメンだよ。お、オーメンが出てきた。ナイフスイッチ、きっと何かの回路装置の一部に違いない。オーメンじゃん、666666。あんまここは関係ないみたいね。これだ。ブレーカーボックス、何かが足りない。あるよ。いいものあるよ。お客さん、いいものあるよ。はい。オン!電源が入ったけど?ん?拾う?何も押せないな。あ、出てきた出てきた。紙が引きちぎった。でここに半でしょ。よいしょ。きた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 。1233だって。うん。まあ、ここのことだよね。出口のこと指してるよね、おそらく。ちょっと地図が、あの、どう見ればいいのか分かんなかった。1233。1233。エンター。あれ?ごめん、間違い。ちょっと待って、見直し。ん ?1233 だよね。あ、まだ?まだあるって。こんなかは。なんもねえか。ろうそく。あった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 。ありましたぜ、お客さん。えへへ。よし。よっこらせ。バサッ。5の先だから、え、まだ切り端、いや、もう揃ったぜ。この奇妙な数字はバーの入り口に書いてある。もしかして。そう、マシュ、お察しの通りだ。その割れるような頭の痛みから抜け出したくないが、さあそこに行けば痛みから解放されるだろう。アルコールはいつもお前の味方だ。感情はなしにしてやろう。なぜならそこはお前のラストハーバーになるからだ。ラストハーバー。どうやらこれは全てお前の陰謀だな。一体何が目的だ。シェリーはどこだ。答えろ、この腰抜けめ。アルコール依存症なのかな、マシューは。ぽいよね。3402だね。こっちだもんね。バーでしょ、ほら。多分バーだよ。ラストハーバー。え、ごめん、ごめん。忘れちゃった。34、あ、ダメだ。0がないんだよ。ラストハーバーと文字。五輪中の時。ラストホア、ほら。縁起が良くない。ここ関係あるんじゃない?いやー、ちょっと待って。1233でダメだったんだもんね。
はいはいはい。2階へ通じる階段が表示されているが、鉄の扉で妨げられているかな。外の方法があるかもしれない。あ、ん？ 2 階へ行く外の方法があるかもしれない。それにヘメンズのバーの入り口には3402-1233という、完全な数字が寄せられている。はい、わからない。31には合ってんじゃないの。ちょっと一個一個入れてみようか。1312、はい、アウト。2312、アウト。9312、はい、ダメ、全然論外。くそー、むずすぎるわ。はい、ですね、ちょっと気になるところを見つけたので、そこをちょっと試していきたいと思う。ここなんですけど、そう、数字を入れるところで探してたんですよ。あ、これね。で、よくね、ここさ、よく見たらさ、ここに数字が書いてあるじゃないですか。で、ここのことを表してんじゃねえかなって今思ったんですよ。なんでこんなめちゃくそ書かんの。もうイライラしたわ。ちょっと、でも可能性高いよね。ちょうどほら、44だから。ね。44。ただこれがどっちを指してるか分かんないから、とりあえず、まあ、これ普通に見ていこうか。縦が1233。3402。書いてないっけ。メモっとこうか。3402。で、縦が1233。で、ちょっと入力してみよう。いや、もうほら、ねえ、ちょうどほら、見て、マックス4桁、4までしか入力できないじゃないですか、縦横。で、この数字を見る限りだと、マックス4なのよね。340のところの4まで、4以上、ん？まあ、まあいいや。そう。3402-1233、ね。4までしか入ってないでしょ、この数字。さっき見た数字は4までしか入ってないから、ここに当てはまる可能性高いよね。ということでやっていこう。ごめんね。1234、0で2か。これはいいのか。2で、ん、違う、ちょっと待って。02かで1、ん、いや、ちょっと待って、それだと合わないね。3番、そうだよ、どこを3にしていいか自由に選べるもんね。ここをじゃあ1入れて、で次2だよね。2だからで3334か。あ、だからこうだ。これ3でやって、1、2、2、3、4できたね。で33でしょ。12、ここだ、きた。おお、見た。そうだよ、自由に数字の位置は変えられるからね。うん、まあいいや。よし、それだ。これ Y か。じゃあ、あそこだね。こうだよね。で、L が入ってんだよ。で、俺が読んでるのはここじゃないかなって思うんだよね。あ、違う。親しみの言葉が合わせられないほど、え、この写真は常に親しみの言葉で表せないほどの感覚を感じました。
単語は単語になりそうなやつは Y。来た。セーブヒア4113。誰？人形投げてきた人。4113みたいだね、あそこの。ここは。びっくりした。44113。エンター。来た。じゃあ行ってくる。え？おお。オッケー、続く。はい、ということでね、セクション2はどうにか終わりましたね。数字を探すところが今回難しかった。でもセクション1よりかは優しかった気がするね、今回は。はい、というところでね、セクション2が終わったので、本日はここまでとしておきます。次回はね、ラストハーバー、セクション3をやっていきたいと思います。ちょっとね、更新が、遅れるかもしれないんですけど、よかったらね、最後まで見てくれれば幸いです。ということで、島津でした。これにて失礼させていただきます。ではでは。